はい、おはようございます。奈良公園にやってきました。観光客が少ないんで、ね、奈良が困っとるらしいですね。おせんべいくれへんやろね。今日まだおせんべいないよね。いっぱいやね。あ、せんべい売ってあんのか、あれな。うん、おお、これいっぱいおるよ。 おせんべい売ってあんのか。売ってあんねや。ほらほら、せんべい屋さんか。もうやってやりますわ。観光客いないからね、ガラガラらしいけどね。ちょっと向こう行ってみましょうかね。いやー、やっぱ商売上がったでしょ、これ。お父さんね、何頭おるんやろ。1,2,3,4,5,30頭ぐらいおりますよ、ここね。後ろまで、後ろもおるんやろね。30頭おります。ほら、あ、大変だわこれ。お筋かもんねんな。あ、角切ってんのよね。はいはい。ほら大きいね、この子は。大きいね。ほら、せんべい屋さんの前にあんたらがおったかてな、商売にならんねんで。わかった。お父さん止まってあるな。あ、なんもない。あの、ポケットに、ね、手突っ込んでたからね。ポケットにね、口を入れてくんだけど。ほら、障害上がったりやりて。いやー、すごいね、これは。ほらほら。あら、すごいよ、これ。ほらほら。カメラ壊れるじゃないか。こんな状況でございますよね。これ。今、くれてあんねんけど、すごいことになってますわ。まあテレビでも、おお、危ない危ない。テレビでもね、そんなこと言ってたんやけどね。ほんまやわ。いやー、すごいことになってますわ。ポケットにね、手突っ込んでたらね、ポケットにね、口入れてきまんねやわ。ね。はい。せんべい屋さんの前からでした。ありがとうございました。